どうも、アドルディスコ室町のロコッちゃんです。伊藤丸です。これなんかあれやな、いつもリモートでやってるからさ、確かに緊張するな。逆に恥ずかしいな、これ本来のラジオの形だけど。だってなんかあんまおばちゃんと目合わせて話したくない。いや、恥ずかしい。この空間2人しかいないから、しかもズームでやりたい。これは完全にもう一人で慣れてしまってますからね、リモートで、はい。そう、いつもはリモートで最近はお送りすることが多かったこのラジオ室町、ラジオ室町でいいんやな。うん、見えてるけど今回は、うん、ラジオ室町です。なんとこの同じ空間にいるということでこれどこなんですか、この和室。これ気になるでしょ。もう時代がいつなんだって感じしますけどね。この押し入れとかあるし。これ実は僕たちの家です。ちょっとあんま大きい声出さんといて。いや、いや今の家やからさ、やっぱ。いや、そう、家なんですよ、うん、これね。引っ越しました。引っ越しました。まあ、どういうことなのかちょっと皆さん分かってないと思うんで、説明だけしてもらってもいいですか。あ、僕が説明するんですか。うん、なんとまあ我々引っ越してしかも一緒に住むということで。そうなんですよ、ね、売れない芸人さんみたいな、ね、まさかのメンバーの一緒に住み始めました。はい、でももうちょっとしたら僕の後輩の重藤くんっていう子が登場して3人体制になるんですけど、今のところは今おばちゃんと僕の2人で生活してると。そうなんです。しかも引っ越したばっかりでまだ2週間ぐらい2週間、だからまだ部屋も映ってる範囲はめっちゃ片付けましたけど、これほんま一角しか映ってないと思うかもしれへんけど、ほんまこの一角だけでもめっちゃ掃除したっていう。いや本当にちょっとね、そうそう、いろいろまだ段ボールとかビニール袋とかいろいろ散乱してる中で、見えない部分はかなりひどいですよ今。生活しておりますね。うん、はい、片付けないといけないけど。いつ片付けるん。いや、それはな、ちょっとまだ未定。まだ未定、時間がね、なかなか取れないんですけど、はい、ということですね。まあ一緒に住んでるんですけど、今日はまあそういう話もしようかなっていう感じなんですよね。うん、むしろそれがメイン。そうだね、うん、まあみんなも何でお前ら一緒に住んでんねんってことで微妙に気になってると思いますので。いや気になるよ。僕もね、なんか例えばなんか知り合いのバンドマンとかが、うんうん、なんか来月から一緒に住むねんとか言い出したら、うん、なんでって聞くと思うから、うんうんうん、まあ、みんなに聞かれる前にちょっとその辺をね、こっちからね、聞かれてもないけど喋っていこうかなというところもありますんでね、言っとこう。何回も聞かれるもん多分確かに、うん、あ、じゃあ聞かれたらこの YouTube のリンク送ったらいいんか。そうこれ見といてって感じ悪。まあなんていうかきっかけっていうか、うん、僕もともとでもルームシェアみたいなのは憧れがあったっていうか、いつかやってみたいなとはずっと思ってたんですよ。ああそうなんだ、ずっと思ってた、うん、まあずっとっていうか学生の時に先輩でしてる人とかがいて、うんうん、先輩ってそれこそあれですよ、室町の初期メンバーの森さんとかね。あ、森さんね、サークルの先輩とかが、うんうんうん、一緒に住んでたりして、うんうん、サークルの人と、あとは僕もその時僕自身は一人で住んでたけど、2軒隣に同じサークルの先輩がルームシェアで住んでて、あったね、うん、そうそう、だからその時もそういう風に、うんうん、シェアしてる先輩が近く、めっちゃ近くにおって、まあ、おもろそうやなと思ってたり、うんうん、まあ、その時は僕は一人やったけど、なんていうか近いからその二人で住んでる人と一緒に遊んだりしてて、はいはい、それ近くに知り合いというか友達、まあ、先輩でしたけど、まあ、いんのがめっちゃおもろかったなっていう記憶がずっとあったんで、うんうん、まあ、そのうち機会があれば実現したいと思ってたんですね。なるほど。それで伊藤丸さんを召喚したって。あのね、結構急だったんですよね。別にこう、そうやっけ、うん、いや急だったよ。まあ、週1、最低でも週1ぐらいではバンドの、練習とかで顔合わせてたんですけど、うんうん、やっぱ一緒に住むっていうことになると話は結構僕の中で別なんですよね。そうそう。そうそう。どんだけ6年とかの中だとはいえ、うんうん、
一緒に住むっていう考え、まずその発想が僕の中にはなかったんですけど、まこっちゃんから急に一緒に住もうやっていうような話を持ちかけてオファーしたんですよ。オファーが来たんですよ僕よくメンバーにいじられますけど、テレビ出たりとかした時に一人暮らししてた時の家に移ってたと思うんですけど、一人暮らしで住んでた家大好きだったんですね。もう広かったしな、広かったし、やっぱり景色も綺麗だったし、ただエレベーターなしで5階っていうとこだけがはい、しんどかったけど好きだった引っ越したら変やったもんな、エレベーターなしの5階そうそう、はい、それも大変だったんですけど、うんうんうん、もうそこから出るということを考えてなかったんですよ、うん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 、京都にいる間は、うんうん、だからまこちゃんにオファーいただいた時に最初はもう普通断るつもりっていうか渋ってたんですね、かなり渋ってた、めっちゃ、うん、渋ってた、って、うん、いや僕今の家結構気に入ってるんだよねってなんか10回ぐらい言ってたもんな、もうそれ分かったって言っていやそうそうそう、でも、うん、まこっちゃんがめっちゃプレゼン、あそうプレゼンテーションを激しく行った結果勧誘に成功しましためっちゃプレゼンしてきて本当にでもそんなさ、でも激しくプレゼンしたわけじゃなくない、何個か言ったまあ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 、うん、でもそのまこちゃんなりにルームシェアに憧れてたっていうのも元からあったけど、うんうん、こういう理由があったから引っ越したい、ルームシェアしたいっていうもっと具体的 なんか理由みたいなのがあったの、あ僕がね、うん、あそうそう、まあまずは普通に毎月家賃5万払うのがだるいなって思ってて、あお金問題ね、あそうそう、うんうんうん、だって普通に一人暮らしでしかも平日働いてたら、まあ、土日もスタジオとか行ってたら、うん、その週7日のうち家に丸1日いる日ってほとんどないわけですよね。確かにない。で平日も、まあ、ほぼ寝てる時間以外で家にいる時間って言ったら、まあ何時間ぐらいやろ、でも少ないよねめっちゃ、うん、夜と朝だけやから、うんうん、朝もバタバタ出ていくし、なんかそんなちょっと寝に帰るだけみたいな部屋に住んでるっていうか、生きてるだけで毎月金払うのなんか嫌やなって思って、でもほんまにそうじゃないなんていうか、だってまあ5万、まあ仮に5万やとして5万ぐらいやってんけど、年間で言ったら60万円ですよ、かなりの12ヶ月で、俺3年住んだから180万円家賃払ってるわけですよ。なんかそう考えたら180万かってなってなってっていうか、まあその1年でも60万やったらやっぱよっぽどいい楽器も買えるし、うん、なんていうか生活に余裕が生まれますよね、その分完全に、うん、それは経済的に確かに確かに、そうそうっていうのがまずあって、うん、その安い物件に行くっていうのももちろん考えたんですけど、うん、安いとこ一人暮らしで移るってなったら、それこそなんていうかボロボロとか設備が整ってないっていう恐れが激しく、これマジであるんですよ。ありますよね、うん、僕も一回それで物件回ったことあったけど、ひどい物件しかなかった、やっぱり2万の家とか探してたんだけど、ああ、俺学生の時2万の家住んでたんだごめんごめんいやいやひどい、いやひどかったけど、うんうんうん、まあ、いやそうそう、だからまあそれはちょっと今となってはもう大人やし、うんうん、あんまりそういうなんかめっちゃ狭いとかは辛いかなと思って、うんうん、なるほど、そうした時にやっぱ人とシェアするっていうのが近道になっちゃうかと思ったわけですね。なるほどね、うん、京都はなんかそういう物件もありそうやし、確かに確かに、実際調べたって探したらそういうまあそこそこの家賃で広くて何人かで住めるような、うんうんうん、物件もあるんちゃうかということで探したわけですね。1ヶ月ぐらいみんなで頑張って探してました。いやめちゃめちゃ探したよあの時は。めっちゃ探した。毎日数ものを新着順に並べてサーチ してたもん。してたしてた。うん、で出てきて発見した。発見したのがこの家と。この家ね。一軒家なんですね。一軒家。一軒家よ。一軒家で間取りは 7DK。7DK。7DK で2階建てなの、うん、そうそうそう、まあ、家賃は伏せておきますけど、うん、まあ、家賃はめっちゃ安い、まあ、安いね一人暮らししてた時の家賃よりは格段に安くなってます。あ、その割った額はね、割った額、1人当たりの額、うんうん、1人当たりの額は安くなった。深
から、でも一人一室一応なんかも昔大学生に貸してたかなんかの部屋が2階に4部屋あって、うん、それに我々が一人ずつ住んでると。だからなんかこうちょっとした寮みたいな。あ、そうね、そうね。だから1階今僕らがいるような部屋はリビングというか共用スペースとして使ってますけど、うんうん、2階に一応みんな個室は完備してると。そうなんですよ。そういう奇跡的な物件に巡り合ったので。結構奇跡よな。うん、速攻決めたよね、あの時は。うん、決めた決めた。だから1軒か2軒ぐらい見に行ったりしてて、あの実際に内見に、うんうん、まあこんなんどうかなっていう、まあ一応こう家賃これぐらいで部屋の広さはまあそれぞれ個室取れぐらい取れるぐらいで、うんうん、みたいな。でまあ駅からこれぐらいやったら例えば仕事とかスタジオ行くのも大丈夫かなっていう条件をみんなで相談して何軒か見に行ったけど、やっぱピンとくるところがあんまりなかったよな、うん、まあ家賃がちょっと高かったり、はいはい、ちょっとなんか普通やなみたいな。まあこちら言ってたんだよ、結構まあ住むには別に何の、あの、そう不自由はしないけど、うん、なんか別にここに住んでもなんかこう広がりないなっていうか、はいはい、別になんていうか結局一人暮らししてる時とあんま変わらなちゃうかっていう気持ちがあったかな、うんうんうん、なるほどね。そう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 。それに比べたらこの物件はね結構正方形だし正方形そう、あのキューブ型キューブ型やな、かなり、うん、やし、なんていうか愛嬌があるっていうか、そう愛せる部分があるなと思ってるな。ちょっと説明しづらいけど、うん、そのボロいもなんていうか悲惨なボロさじゃなくてちょっと笑えるボルソっていうか、いや分かる、なんでここガラスあの隙間空いてんのとかめっちゃ虫入ってくるやんみたいな、うん、とかあるけど、まあなんていうか許せる範囲というか、え全然快適だ、いや快適快適、快適だし、やっぱりこの感じ見てもらったら分かると思うんですけど、あの和室なんで基本的に全部和室ね。おばあちゃんちって感じおばあちゃんちの感じするな。そう、畳やし、まあ、蚊取り線香を焚いてるのもめっちゃおばあちゃんっぽい空気やし、うん、2日で慣れたもんな。慣れた、もう前の好きって言ったら家忘れたもんでも分かる、やっぱさ人ってさその新しい部屋行っても、うん、なんか 2,3 日そこで寝たらめっちゃそこ家っていう感じしてくんのよ。めっちゃ、いやマジでそれ思った、うん、だってさ俺その 2,3 日寝て、まあ、1回その前の部屋になんか荷物かなんか取りに行った時だってんけど、まあもちろんその自分のなんて家具とか荷物出してるっていうのもあるけど、帰った時にもうその玄関オートロック開ける時から俺ん家じゃないなっていう感じめっちゃしてん。なんていうかもう出てまだ1日2日なのに、それはめっちゃ感じて、で逆にこっちの引っ越した先はこう帰ってくる場所やなっていう気分にめっちゃなった。なあ、いや分かりますよ、うん、本当に馴染んできた。馴染んできたよな、うん、2週間ですよまだやっぱりその入ってすぐっていうか、その鍵もらって、うんうん、開けた時はすっからかんやんか、うん、その時はちょっと不安っていうか、うんうん、ほんまに大丈夫かなっていう気分に正直なったけど、もう引っ越しで荷物自分の荷物入れ出したぐらいからこれいけるわっていう気分になったな。確かに自分ちって感じが一気に出てきた、うん、まあただお互い2人のものがいっぺんに部屋の中に入ってきたんで全部ね、うん、なんかこう被ってるものとか冷蔵庫とか、あそうそう電子レンジとか全部2個ずつあるから、そうそうそう、うん、だからそういうのも片付けて整理していかないといけないんで、ちょっとそれは困ってる困ってる。だから冷蔵庫と電子レンジとオーブントースター、うん、あの欲しい方いらっしゃったら、いやこれね視聴者プレゼントで着払いにしますよ。めっちゃ汚いし、しかも着払いですめっちゃ汚いな、あれあかんの、どっちも視聴者プレゼント無理か。でもそんな感じで暮らし始めたわけですね。そうやな、いやだからやっぱ一人暮らしもちょっと飽きてたから、うん、理由のところに戻るけど、なんか毎日帰って寝て起きて仕事行ってまたね帰って寝てみたいな、うん、やっぱ辛かったよな。特にコロナになってからなんか息苦しいし、確かに、まあ、あったから、うん、ちょっとそれを変えたいっていう気分もちょっとあった、うん、実際暮らし始めてから、うん、なんか生活にメリハリ張りが出てきたんですよね僕。それはわかる。だからやっぱ帰ったら人がいるっていうのもそうだし、うん、会話が生まれるから
うんうんうん、とりあえず何もせずにぼーっとする時間みたいのが寝るまではあんまないかな。わかる。今までは一人暮らしだと、うん、帰ってきてとりあえず横になってそうそうです携帯触るみたいなでちょっと寝ちゃうみたいな。それで1時間経つからね。いやそうそう、いやほんまそうやんな。なんかそういう不毛な時間がめっちゃあったけど、うん、で別にそなんていうか不毛な時間減らしたいわけではなかったけど、うん、なんかそれってやっぱこう精神的にもあんま良くないっていうか、うん、そういう時ってなんかしんどくなっちゃうねんな。もっとしんどく、あ、分かる分かる、うん、うわーまた今日もだらけちゃったよみたいな、これやろうと思ってたのにとか、うんうんうん、何も生まれないからな何も生まれないっていうかなあ本当に、うん、でそういう時間も必要だけどそればっかりになっちゃう。そう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 、なんかとりあえず起きておはようございますってこうなって、うん、まあ別になんか大した話するわけじゃないけどこう今日何時に帰ってくるのとか、あ、ね、もう今言ってるだけでもちょっと目覚めてくるし、わかる。だから朝一人やともうほんまなんていうかその切り替わるタイミングがないやん。うんうんうん、その起きてああしんどいみたいな、会社行きたくないなみたいな。会社の人に会った時に目覚めって感じや。あ、うん、今は別にもう会っても覚めてないけど、ね。なんで？なんで？会社の人に会っても。ありがとうございます。なるほど。うん、まああとはどうですか？他で言ったら僕は圧倒的にテレビを見る時間が増えたという、うん、テレビつけるようになった。 今だからか分かんないけど。あ、そうなんや。なんかおばあちゃんめっちゃテレビつけるやんとは思ってたけど、いや、してる暮らしの時は全然つけてない。今までつけてたわけじゃないんか。うん、あ、そうなんや。そうそうそう、やっぱ気まずいからつけてんの。いや、そういうわけじゃないそういうわけじゃないけどなんかこう、うん、自分の、いや例えば帰ってきて布団にバーンって横になったら、うん、とりあえず携帯で YouTube 見るとか、うん、そうね、そういうので、あとまあ曲聴きながらパンって置いてわーってこうリラックスで寝ちゃうとか。飛んだ飛んだとそれででもそのまま寝ちゃうみたいなのが結構あったんですけど、今の僕ここリビングなんですよ今、うんうんうん、で向こう側にカメラ向こう側にテレビあるんですけど、やっぱりリビングに座っていたらなんか無意識にテレビつけちゃうんですよね。まあでもテレビつけようかなっていう気分になりやすいっていうのはちょっとわかる。うん、まこっちゃんとかいたら一緒に見れるしね。あ、そうそう、だから俺も今までそのネットフリックスとかさ登録してるけどほとんど見てなかったのに、やっぱテレビで見れるやんってなってちょっと見てる最近は。おとついは海町ダイアリー、海町ダイアリー一緒に見たな男2人でいやでも海町ダイアリーほんまいい映画やから。うん、そう、初めて僕は見ましたけど、ね、俺何回も見てるけどもう一緒に見たもんな、うん、いや俺めっちゃ好きやから何回も見てるけどちょっと一緒に見ようやってなぜかなぜか見た。うん、今のところはやっぱそのちょっとした合宿気分っていうのがずっと続いてる感じかもしれない。合宿やな、うん、まあ最初やからっていうのもあるけど、うん、いやでもそのさテレビとかもさ一人で見たらなんかまあうんうんって普通やけど、うん、人がいたらなんかまあ感想を言いながら見れるっていうのはちょっとあるやん、うん、海持ち代理見ててもえこの4人やったら誰と付き合いたいっていう話もできるやん別にそれはまあ外でやってもいいんですけど、外でっていうか見た人同士やったらどこでもできる話やけど、やっぱ見ながら俺がいいとか言ってのが、まあ、楽しいっていう部分はあると思うよね。ちなみに誰が好きやった？カホ。あ、カホね、うん、でも俺もカホかな。あ、かぶりましたね、これダメだなんで押しかぶり、うん、押しかぶり、押しとまでいかないけど、まあ よかったですよ、うん、いい映画でした。まあ、俺ら立場的にピンとくるのがそのね、チカちゃんぐらいしかおらんっていう役、チカ役ね、うん、あ、いい点とか。あ、そう、今いい点のところ行ってたよ。うん、逆にありますよ、初めて2週間しか経ってないけど悪いとか、これちょっと直した方がいい。あ、懸念点。まあ純粋に、うん、なんていうか今まで駅まで近いところに住んでたから、うん、駅から遠くなったっていうのは純粋になんかしんどいけど、まあそんな、うん、なんていうかめっちゃ気になるほどではない。うん、あ、なるほど、うん、僕もあんま今のところはね、そんな悪い点ってのはあんま出てきてないし。うんうんうん。でもまあ、なんやろな。悪くないけど、
うん、悪くないけどご近所付き合いが発生してる。あ、それは今までなかったね。今までなかった、全く。やっぱマンション住んでた時もそうやし、うん、その学生の時に一瞬一人暮らしで、うんうん、長屋みたいなとこ住んでた時もほとんどなかったから、うん、それ結構新鮮。新鮮だよ。人の問題やと思うけど、その人一戸建てとかじゃなくて、うん、その向かいに住んでるおばあちゃん、おばあ様がやっぱ結構アクティブっていうか、アグレッシブに話しかけてくれる。そうだね、気にかけてくれる。そうそう、だから多分めっちゃ気にしてくれてるんやと思うし、もう逆になんていうか京都のその感じ分からんけど、うん、情報収集されてるなっていう気もちょっとする。考えすぎじゃん。そう、ね、そう、まあでも、まあ、考えすぎかもしれんけど、うん、まあでも多分ほんまに気にしてくれてるんやと思う、うん、なんかめっちゃお惣菜っていうか、あの持ってきてくれるし。いや、それね、めちゃくちゃ嬉しいよ。なんかびっくりしたよね。結構何回も持ってきてくれるから。でも僕らもちゃんとね、あの挨拶が行きましたから。あー、砂利持って行きましたね。それがバンド本、今までバンドメンバーとしてこう関わってきてた、うん、まこっちゃんだけど、うん、2人であじゃりもちもって大町ピンポン行って引っ越してきましたってやってるのがすごい、なんかこう別に悪い意味じゃなくて違和感とか、大家さんのとこに2人で挨拶行った時とかもめちゃくちゃ違和感感じた。なんか、なるほどね。そうそう、2人ですごい、あの京都のちゃんとした家のところで大家さん正座して、なんかこう正座したな、正座してお話しの和室やったから。そうそう、でもまあ、いいですよ、いい刺激になって。まあ面白いよな。面白い面白い。でもあとはまあ懸念、その純粋に家としての設備としての何ていうか気になる点はあれかな、あのお風呂がまず感電するっていうところと。それ個人差あるんで僕は感電しないんですよ。それなんならタイミングかな、なんか俺蛇口触ったらピリッてなんねんな。危険ですよね多分ね。直した方がいい、直します。これは、はい、関西電力で呼びます、はい、あとはあの普通にさっきも言ったけど隙間が多くて昆虫がめっちゃ侵入してくるっていう、さっきもおーちゃん虫捕らえてたけど、うん、やっぱ細かい虫、今んとこでかい虫は見てないけど飛ぶ系の虫は結構許容範囲内だよね。一人暮らししてても入ってくるような虫が、まあ、そうそうそう、やし、まあ、広いから、うん、まあ、それは数は押しても仕方ないかなって。今までそのワンルームに1匹2匹いるのに比べたら、うん、その4部屋あったらその4倍おってもおかしくないわけよ。そうです、純粋に。確かに。だからまあいいっちゃいいけど昆虫おるなっていう気がしてる。そう、あえて言うならって感じ。あえて言うならね、うん、そうそう、そこまで嫌じゃない今のところ、うん、全然嫌じゃないです、うん、だからこんな感じで共同生活を始めることになりましたんで。あ、閉めようとしてる。え、まだある。いや、いいけど、なんかお互いにさ、なんかびっくりしたこととか言う。あ、それ言おうか、じゃあ、うん、なんかびっくりしたこと、うん、だから例えばなんか、あ、こいつこんな感じなんやって思うことってさ、まあなんか何個かあると思う。ああ、でもね、これは別に、うんうん、何、まあ、そうなんだ、自分で気づけたことなんだけど、うんうんうん、多分うるさいんだよね、僕が。うるさい。あんまり、いや、ほんと自覚ないの、うん、うるさいって、その、喋ってるとかじゃないと思うけど、うんうんうん、その、足音とか。ああ、そう、まあ、なんていうか、行動にいちいち音が結構伴ってるっていうか。それね、やっぱ無自覚のうち、うん、無自覚なんで、うんうん、まこっちゃんに言われて、あ、そうだったんだって。その例えば電子レンジを閉めるときも、うん、普通に閉めてるつもりだけど、うん、いや、めっちゃ強かった。ガシャーンっていう、うん、壊れんでって。いや、違う。いや、誇張しすぎてるかもしれないけど、でもそんな感じなんだ。いや、だから隣の隣の部屋とかに乗って、うん、バーン聞こえてくるから、なんか怒ってんかなって思うけど、なんか普通に YouTube とか見てるし、え、なんでそんな強く閉めんのって思って、だからなんかその1回がなんか、加減がミスったんかなと思ってんけど、何回か観察してたらバーンってし毎回閉めるから、お母ちゃんそんな強く閉めんでもいいんちゃうってこう言ってみた、ね、うん、いや、あとさっきこれお茶入れたんですけど、お茶入れた時にパンって置いた時にそんなドンって置かなくてもいいやろっていう。でそれも全然何も考えてなかったから、あ、そういうのはあるんやなと思って。あるある。
もう大胆だね、多分。大胆。多分、洗剤もまこちゃんより、大胆って言うんか。一回の、一回の洗剤のこう出す量も、多分、まこちゃんの、もしかしたら3倍ぐらい多かったのかもしれない。そう、俺は多分、なんか少ない方やと思うけど、うん、なんかそういう風に言われてきたから、家とかで。なるほどね。なんか、てか、多分、その、うるさいって言ったらあれやけど、うん、まあ、そういう親も気にするタイプやったから、あー、なるほどね。多分ね。そんな出さんでいいでとかめっちゃ毎回言われてたんやと思う。だから俺親に言われてること全部おばあちゃんに言ってるもんね。でもなんか確かにそういうこと言われてたような気もするよな、うん、でうるさいはないけど、うん、例えばドアを、うんうん、例えばしっかり閉めなかったりとかしたら親にめちゃくちゃ怒られたりとかしてたから、うんうんうん、なんか洗剤の話とかは実際出してるとこ見てないからあれやけど明らかに減ってんなって思ってさ、いやそれはなんか2人で使ってるから、うん、今までの倍減るのは普通やん、うんうん、食器も倍使ってるわけやから確かにそれはわかるけどそれにしても減ってんなって思ってしかもなんか俺が持ってきた洗剤がもう使い差しっていうかもうほとんど使い終わりかけやってんな、うん、そうだね、だからなんていうかこうひっくり返して、うん、その洗剤がツーッと降りてきて、うん、それをちょっと出すっていうことになるわけやん、はいはい、もう少ないから、うん、なんかその少ないボトルがいつも俺が使おうと思ったらベコってへこんでんねんっていうか、まあ、ベコってなってて、うん、いやそんな強く押すほど入ってないけどなっていうかほとんど空気ないからそんなベコって押しても変わらんのにベコってなってるなっていつも思っててなるほどね、そうでしかもめっちゃ減るからやっぱこいつめっちゃ使ってんなと思ってまあ別にいいけどそんなに使わないんちゃうかってそこすり合わせが必要だからね、うん、あそうそう、なんか基本的に全部別にいいんやけど提案としてこうしたらどうですかっていうことを言ってる俺は、うん、すごい、うん、すごい分かって感じてる感じてる感じてる、うん、だからなんていうか口酸っぱく注意したいわけじゃないっていうことだけ分かってほしい、うん、OKOK こんなとこで配信カメラの前で言うけどそうそうそうなんだ、やっぱ誰が進むってそういうことだと思うんで、いや、 そうやっぱな、なんていうか家の中のことって人とさなんていうか喋ってる製品やん、それこそ洗剤をぐらい使ってるとかさ、いや全然絶対言わへん、言わないし、うん、入ってくるの、そうそうそう全然違うんですよやっぱりね本当にそれが面白いなとは思うし、うん、ルームシェア始めましたって言ったらいいねって言ってくれる人もいるけど、圧倒的それより、うん、大変だよっていう人の方が多いんですよ。うん、まあ言うな、うん、まあ実際に始めたばっかりなんでまだどうかわからないですけど、まあ、これから大変さが出てくるかもしれないけど、うん、まあ僕はいけるんちゃうかなと思ってます、ね、俺も今のところは大丈夫かなと思って、これでまた3人とかなって暮らしていったらまあもっと出てくるかもしれないですけどね。あれ、まあ、うまくやっていきたいところです。うまくやっていきたい。逆に、うん、その俺に対してなんか思って、ある？僕あんまそういうの思わないんだけどね、うん、なんかあるかな。あ、いやでもなんだろう、ずっとここで寝てたとかあ、その引っ越してきてすぐね。あ、そうそう、引っ越し最初の1週間、うん、なんか最初の日は引っ越してもらった友達とあパーカッション叩いてる岸くんですけど、うんうん、手伝ってくれて、そうそう、うん、引っ越し手伝ってくれて、みんなでその1階で寝るみたいな、うんうん、せっかくやからっていうことで、うん、まだ片付いてないしとりあえずここで寝ようや、うんうん、ってことで寝たんですけど、なんかその1階はとりあえずそのいろいろ、まあ、そういう引っ越しの時に飯食ったりしたし、はいはい、馴染んでんの自分の中で、はいはい、こう俺の家やなっていう、うんうん、で逆に2階はまだ馴染んでなかった、自室ね、そうそう、うん、自分の部屋はなんか荷物も少ないし、うん、ちょっとなんかまだバイブス合ってないなと思って逆に1回馴染みすぎて、その引っ越しの日に敷いた布団のまま1週間そこで寝て最初の 2,3 日はおばちゃんにいつ上上がんのみたいな言われて、確かにこれ分からんな、意味分からんなって自分でも思っててんけど、うん、まあ、平日動かすのもなんかしんどいし、とりあえず1週間そこで寝てみようと思って、今おばあちゃんが、ね、座ってるところで毎日寝起きして、うん、だいたいおばあちゃんの方がちょっと起きるの早かったりするから、
おばちゃんがトン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 って降りてきて、あ、朝やって起きるっていう。そうそうそう、うん、それはあったんですけど、まあ、今も実質自分の部屋行って上がりました。だからもうちょっとそれはどっかで上がらなあかんなと思って、ちょっと先週の土曜日に、なるほどね、移らせてもらいました。いや、まあ今はだからあんまないですよ。だから今後発信していくときに、うん、多分そういうなんかこう、あのなんかお互い出てくる可能性もあるし、うん、近況報告としてこの、僕らの住んでる家の話をね、需要があれば需要があれば、うん、なんかたまに、ね、あるんかって、あのラジオ室町とかで、うん、まこっちゃんと二人でラジオ撮るのも初めてですから、言ったら、あ、そうやな、いつもまるちゃんおるから、そうそうそう、で、まあ来てもらった時に望月さんとか誰か、みきさんとかでも、うん、あの一緒に喋るのもありですしね、うん、まあ誰も来てないから、そうやな、まだ遊びに来た人おりません、うん、散らかってるしね、片付けない、片付けなあかん、まず、うん、そうっていう感じですよ。はい、じゃあ次回この2人でやるときは、うん、この家でやりたいことについて喋りたいですね。次回予告してるやん。やりたいことね、一応、はい、はいはい、ちょっとカメラのね充電が結構ピンチになってきてるんで、はいはい、30分も過ぎた頃なんだから、ここら辺で、はい、次やりたいことを考えておきます。はい、まあ、もしそれまでにもブチギレまくって喧嘩しまくってたらもう一緒せえへんこれ。でも仲いいから多分まだできると思うんですけど、そうですね、いやここでもうブチギレどっちかがね、ブチギレて大喧嘩とかしてたらもうバンド の, あの関係性にもヒビが入る。これ結構 重大のね、問題の深刻な問題になってくる。深刻な、今のところはね、普通に曲練習する前にこの決めどうなってんのとか言ってお互い聞けるからいいけど、確かにバンドにいい影響が出てる。確かに、ね、今のところ、まあ、一緒に行ったりとかできるし、あ、そうそう、そういう感じです。はい、じゃあ最後に、うん、何個かライブ発表されたのもあるんで、告知ね、告知をして終わりたいです。はい、7月17日土曜日、京都グローリーにて我々踊るディスコ室町とワンガンバンドのツーマンライブ昼相撲があります。よろしくお願いします。お願いします。これはもう何回も告知してるんで、知ってる方も多いと思いますが、まだ、取り置き行けますんで、ご予約、お待ちしております。はい、お昼のイベントね。うん、で次は今日発表されたやつね。今日発表されたやつ、8月25日の水曜日、はい、これまた京都グローリーであります。はい、我々踊るディスコ室町、うん、シンガロンパレード、クリスピーカメラクラブの3組でライブをします。うん、お久しぶりですね、どっちのバンドも。楽しみです。はい、俺初めてライブした時さ、ボックスホールトゲトゲロックフェスっていうイベントやってんけど、はいはいはい、そのクリスピーカメラクラブのミサトさん、当時ミサトですよ、ただのミサト、うん、ただのって言い方悪いけど、あのバンドとか多分やってはれんかったから、うん、リツコも始める前ね、うん、ミサトさんソロで出てはってテンション上がって、っていうか曲が良かったからテンション上がって、あのデモ CD 買った記憶がありますね。おお、じゃあそれから19歳の時に。19歳、じゃあもう8年ぐらいの付き合いになってるんですか。別にほぼ付き合ってないけど、まあね、あの心の中ではつながってる。一緒いか、はい、いや一緒ない、いや楽しみですよ。いやそうそう、だからね、久しぶりに、はい、拝見できるということで、一緒にやれるということで楽しみにしております。はい、そしてですね、これまたその企画と近い日程になってますが、これまたこれまた8月の28日、29日に KBS ホールにてナノボロフェスタが開催されます。およよ、これに、踊るディスコ室町初日ですね、28日の方で、うん、土曜日、はい、出演させてもらうことが決定しました。はい、誰が出るんですか土曜日。ロマン革命。お、いいね。はい、彗星のボアズさん。あー、ボアズ、そうですね、ボアズ、ボアズ、ボアズ先輩、楽しみですね。高野さんのギター、やっぱ高野さんマイギターヒーローなんで、海の手時代から、うーん、あの久しぶりにお会いできるので楽しみにしております。はい、あと遊覧船とかね、あ、本日休園、淵上船渡などなど、はい、いっぱい出る予定なの で、ね、うん、みんなもいっぱい見に来てください。じゃあこれにて今日はお別れで、はい、お相手は踊るディスコ室町のギターのまこまこまこっちゃんと、ドラムの伊藤あるでした。ありがとうございました。よし来るか。大丈夫これ。大丈夫。
ありがとうございました。なんとか。